主の平和中西里奈です。今日は瀬戸教会に来ています。現在世界中がパンデミックス、新型コロナウイルスで混乱し不安を抱いていると思います。しかしこの時期こそみんなが心を合わせて祈る必要があるなと思います。先日私が通っているアメリカの大学の同級生から連絡が来ました。私はその子とついこの間まで普通に毎日ミサに参加していました。しかし友達はこれからミサにも参加できず、聖体ももらえない、そして教会も閉まってしまうので聖体訪問もできないという、 とても苦しんでいる連絡が来ました。それはその子だけではなく他の友達も同じように苦しんでいることがよく分かりました。日本ではまだ教会が開いており聖体訪問ができ、ミサに参加できる教区もあります。ぜひ皆さん、不安だけではなく、そして閉じこもるのではなく、教会または家で新型コロナウイルスの影響がなくなり、元の通り教会に行けるようになり、また皆が平和となるように祈れたらいいなと思います。昨日バチカンからコロナウイルスにかかった人、そして看病した人、看護婦、また家族など、またコロナウイルスがなくなるように祈った人には特別な免賞が与えられるということが発表されました。ぜひ皆さん心を一つにして一緒に祈りましょう。そして聖パドレピオが言われた通り、祈れ、頼れ、心配するなという言葉のように、私たちも祈り、神様に頼って、そして希望を置き、心配することがないようにしましょう。では皆さん一緒にお祈りお願いします。中は聖なる場所なので静かにしましょう。皆さん、あそこに聖体が展示されています。2000年も変わらない同じ偉大なイエス様がいます。なので、全て可能な主に、主イエスキリストに一緒に祈りましょう。